はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、阿部監督の采配についてお話していきたいなというふうに思ってます。はい、まず結論から言いますと、少し采配のスタンスを変えた方がいいんじゃないかなっていうのが僕の意見です。まあその理由はですね、やはり、バントを重視する野球っていうのは、まあいいんだけど、なかなか現状点が取れてないというところで、変える時期が来てるんじゃないかなっていうのが僕の意見です。はい、じゃあなんで今日その話題について触れるのかと、もっと前から触れるべきなんじゃないかなというふうに思われてる方いらっしゃるかもしれないんで、まずその理由からなんですけども、やはり昨日の試合でね、すごく感じました。はい、昨日の試合もし見てない人がいたらね、あれなんで、説明したいんですけども、昨日ね、1対1で、中日ドラゴンズと延長12回で、同点だったんです。で、僕が思ったのは11回裏のね、ジャイアンツの攻撃。まず先頭の岸田選手がレフト前ヒットで出ますと。で、ノーアウト1塁から萩尾選手がバントを試みたんだけど、バント失敗してしまって、フライアウトになってしまう。で、ワンアウト一塁から門脇選手にもバントを試みて、門脇選手を成功させて、ツーアウト二塁という場面を作るんだけども、西舘投手にね、代打、長野さんを出して勝負をかけに行ったんだけど、やっぱりランナーが一塁空いてるというところで、申告敬遠をされて、で、ツーアウト一二塁で重信さんがね、ファーストゴロを打って、点が取れなかったというような場面なんですけども、やはり、僕が思うのは、一人目の萩尾選手のバントはまだいいと思うんです。1点取ればね、サヨナラ勝ちなんで、どうしてもランナー送りたいっていうのはわかるんです。なんですけども、ワンアウト一塁という場面で、門脇選手にもバントをさせるっていうのがどうだったのかなっていうのが僕の意見です。はい。というのも、その結局送ったとしても、2アウト2塁になるじゃないですか。で、次のバッター、西大投手なんで、まあ代打出てくるだろうっていうのは、間違いなくわかるわけなんで、まあ相手の中日もですね、まあ代打出てきたら、1塁空いてるから、申告敬遠しようというふうなね、作戦をしてるわけですよ。で、で、申告敬遠して、重信さんで勝負というところなんですけども、やはり重信さんはあんまりそんなね、長打があるタイプじゃないし、まあおそらく外野はね、間違いなく前に来るだろうから、ヒット一本でもなかなか、帰りにくいっていうところがあって、またね、ヒット打ったとしても、重信さんがヒット打ったとしても、また、満塁でっていうところ、もう一回仕切り直しっていうところがあるんで、なかなかそんなに連打も続くもんじゃないので、すごくね、難しいんじゃないかなっていうのが僕の意見です。じゃあどうするべきだったのかっていうところなんですけど、僕は、ワンアウト一塁という場面で、門脇選手の場面で、僕はもう普通にヒッティングで良かったんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、結果的にね、門脇選手が、まあ、どうなるかわからないんですけども、タラレバの話になってしまいますけども、やはり門脇選手、まあ、状態は良くないんですけども、まあ、足が速いんで、まあ、ゲッツは、なかなか可能性としてはあまり高くないというか、低いっていうところ。で、一番理想の形は、門脇選手がそう、しっかり、繋いでくれて、一三塁を作れたら一番いいと思うんですよ。で、そこで一塁が埋まってると。で、そこで長野さんを代打にして、そこで勝負をかけていく。で、長野さんがもしダメだったとしても、重信さんで、なんとかするっていうところで、その方法にかけた方が僕は良かったんじゃないかなというふうに思ってて。まあ、結局、先頭ランナー出て、ランナー二塁まで行かすために、二つバントでアウトを捧げてるというか、上げてるっていうところになるんで、それは相手からしてもどうなのかなっていうふうに感じたんで、今日ね、このテーマを取り扱わせていただこうかなというふうに思いました。で、もともとまあ、阿部監督って、まあその、就任当時からですね、その、スモールベースボール野球というか、まあ自己犠牲であったりとか、バントであったりとか、っていうところをまあ重視していくよっていうふうなお話をしてました。で、それを言ってたんだから、別にいいと思うんです。言っていたんで、別にいいと思うんです。まあ、その、自分の筋を通すというか、自分が目指す野球はこれだっていう風にね、指針を立てるっていうのはいいと思うんです。なんですけども、やはり、なかなかね、ピッチャー陣が頑張ってくれてるんだけど、点がなかなか入らないっていうところで、まあ、現状今3位っていうところ。で、まあ、交流戦も始まってきて、まあ、やはりパリーグでね、なかなかこう、強打のチームが多いですから、ピッチャー陣もどうなっていくかわからないっていうところで、少しシフト展示というか、政策というか、采配も変えていく
必要性があるんじゃないかなっていう風なところはね、このタイミングで僕思いました。で、ちょっとデータ見ていきたいんですけども、結局やっぱり、守備というところは非常に頑張ってて、防御率もセリーグで2番目だし、2番目にいいし、で、失点というところに関しては、一番失点少ないんですよ。セリーグの中でね。それはすごくいいことだと思ってます。バッテリー中心に、手堅く守れてるんだと思うんですよ。で、それで、まあ、理想を言えば、これで得点も多ければ、間違いなく、勝ててると思うんですけども、やっぱり得点というところが、リーグワーストなんですよ。ワースト1位なんですよ。6位なんです。で、じゃあどうするのっていうところの話なんですけども、やっぱりギダが多いっていうところで、じゃあギダの数はどれぐらい多いのっていうところで、まあ、リーグ3位、3番目に多いんですよ。で、成功率が一番悪いんですよ。ってことは、そんだけギダやってるんだけど、リーグ3番目の数やってるんだけど、試みてるんだけど、結果的に全然遅れてないっていうのがあるんですよ。で、得点圏打率も、ワースト1位なんですよ。得点圏で打ててないっていうところ。で、まあ得点圏で打ててないっていうのは、別に一概にそれが岡本選手が打てないからとか、坂本選手が打ててないから悪いっていうところだけじゃないと僕思ってて、で、やはり、それ以外の主軸の選手以外の選手が、得点圏で打席で、打つときというか、打席が回ってくるときっていうのも僕あると思うんです。で、そこで、じゃあなんで打ててないかっていうところなんですけども、やはり今バントっていうところに固執して、その、とりあえず、安倍監督の考え方って、下位打線であったとしても、とりあえず、ランナーを得点圏に置いて、その下位打線の打者で、なんとかするっていうところが強いと思うんですけども、考え方としてね。なんですけども、やはりそれだけじゃ、なかなか難しいと思うので、実際点取れてないんでね。だから僕が先ほど言ったように、どうしても1点取りたい。うん。延長戦に入って、これはどうしても点を入れたいんだって時は僕はね、バントは僕すごく有効的な、作戦かなというふうには思うんですけども、それ以外の、場面の時にね、うん、あんまりこう、1個アウトを確実に捧げて、ランナーを送って、で、結局得点圏打率も悪いわけだし、で、結局その、ギダの成功率も悪いわけだから、そこで、得点圏にも送れへんわ。で、アウト一つ増えるわっていうところで、地獄だと思うんです。で、やはり、バントが上手い選手もいれば、下手な選手もいる。まあ、それはね、一概に、全員が上手くなければいけないっていうところはあるんですけども、やはりそこはね、難しいところだと思います。で、そこでね、僕が非常にね、いいチームやなと思うチームがあって最近。広島なんですけど、この間ね、広島に3立て食らったじゃないですか。で、その時に僕非常に思ったのが、広島のバッター、僕の印象的ですよ。ランナー一塁に、例えばノーアウト一塁にランナーいるじゃないですか。で、例えば左バッターがいるとするじゃないですか。例えば今やったら矢野選手とかが入ったとするじゃないですか。で、ほんまに理想を言えばね、先ほど言ったように、まあ、例えば右方向に引っ張って、1、2塁間抜いて、ランナー1、3塁って作るのが一番理想なんですよ。どう考えてもね。うん。点が入りやすいから。なんだけど、相手バッテリーも、それをさせたくないと思ってリードしてるわけ。それわかるじゃないですか。どう考えても、相手がしたいことがあって、で、されたくないことがあって、それの掛け合いじゃないですか。駆け引きじゃないですか。だから、そんなに簡単に自分たちがやりたいことっていうのを相手はさせてくれないっていうのは、あると思うんです。で、そこで僕、広島を見てて思ったのが、理想は1、3塁、右方向に引っ張って1、3塁を作るのは理想なんだけど、じゃあ、それをなかなかしてくれないんだったら、もうレフト前ヒットでもいいよって。うん。簡単にパーンって打って、1、2塁になっちゃうけど、1、3塁のはなかなか作れないけど、それでもいいよって。アウト取られてないし、一塁にもランナー進むんだから、一二塁でもいいよみたいな感じで、逆方向に、まあ、追っつけるというか、逆方向を意識して打ってるなっていう感じはすごくしたんですよ。で、それが、やっぱり、チーム全体にね、浸透してて、うん、非常に、その、状況においてね、右を打っていくっていう時も、まあ、もちろんあるんだけど、なかなか相手させてくれないから、じゃあ、左方向のレフト前ヒットでいいよっていう感じで、やられてるなっていうところは印象あって、すごくジャイアンツ側からしたらですね、なんかすごく嫌だったんですよ。
結局、アウトも一つも増えてないし、で、ランナーも進んでるしっていうところ。で、ノーアウト1、2塁だったら、そこでバントをすれば、得点圏にね、2、3塁で送れるわけなんで、で、例えば、4番、5番で、ワンアウト、2、3塁を戦えるわけなんで、じゃあどっちか打ったらいいよねっていうところになるんで、すごくね、バッターからしても楽なんじゃないかなっていうところは、僕、思ったんです。だから、その、まとめるとですね、そのバントの考え方っていうところと、その進塁だというか、その何でも何でも右に、打ちに行かないといけないってわけでも僕はないんじゃないかなと思ってて、この間の高知の新聞でも、なんかその伊豆口選手が2番に入った時に、センターフライを打ったのがなんかそのダメだったみたいなとこ書いてたんですけど、そんなん書くとね、全部右に打たないといけないやんっていう風な感じになるんで、バッターからしたらまた余計難しいと思うんです。で、ましてや、左バッターだったら、その、特にこう、手首を返したりして、無理やりこう、なんていうんだ、右方向に打っていかないといけないんで、すごく打撃のフォームを崩したりとか、結果ね、ファーストゴロになったりとかで、ゲッツーに終わったりとかってするわけなんで、だから変に、全部が全部右方向に打って、ランナーを1、3塁作られないといけないっていう、その固定概念が僕ダメなんじゃないかなっていうのを思ってて。うん。もうレフト前でいいじゃんって。うん。で、レフト前はレフト前でも、左中間寄りのレフト前とかだったら、捕球の体勢とか見ながら、1塁ランナーは足早いランナーだったら、上手いランナーだったら3塁までいけるんだから、一概に全部がライト前ヒットじゃないと1、3塁を作れないかって言ったら、そうじゃないので。だから、そこはね、僕すごく思うんですよ。うん。バントもね、そうだし、バントはね、もともと安倍監督はそういう野球をするっていう風に言ってたから、まあ、いろいろね、あんま批判せずに見てたんだけど、やはり、こんだけ、失敗が多いっていうところと、結局それ遅れても、得点圏に行っても、その、打力が低いバッター、あんまりこう、主軸じゃないバッターにもそういう場面で、立たせるんで、結局、相手もギア上げてくるし、っていうところで、なかなか難しいと思うんです。結局、一塁空いてるから、昨日みたいに、申告敬遠出されたりとかするから。だったら、ランナー一塁でも、得点圏みたいな打撃というか、もうその人が、やりたい打撃というか、先ほど言ったような逆方向でもいいから、繋いでいくってことの方が、僕は、結果的にランナー一塁も埋まるし、大事なんじゃないかなって。で、ましてや東京ドームってホームランが出やすいって球場じゃないですか。で、結果的に今こう、岡本選手とか、まあ坂本選手がちょっと状態が、下がり気味ではあるんだけど、他のその、主軸じゃないバッターでもホームランなんか打てるんで、結局丸さんでもそうだし、この間萩野選手でもホームラン打てたじゃないですか。で、今調子のいい岸田選手でも一発、ハマればあるし、誰でもプロ野球選手だってホームランがあるんよ。だから、その、なんて言うんだろう。その考え方をちょっと変えた方がいいんじゃないかなっていうのが僕の意見で、うん。まあ、まとめるとですね、まあ、その、バントの考え方っていうところと、バントの使い方ですね。ほんまみんなね、決めた方がいいんだけど、結局決められてないじゃないですか。うん。っていうと、あと、進塁だっていうところね。無理に、もう全部右に打たないといけないっていう、その、固定概念というか、硬い考えはやめようよって。この間の広島戦みたいに、追っつけてくる方が僕からしたらすごく見てて嫌だったんで、こういう打撃された方が嫌やなっていうふうに思ったんで、そういった打撃ができると、ジャイアンツもね、すごく得点、もうちょいできるかなっていうふうに思うので、今日はね、ちょっとまあ安倍監督に提案というところで、させていただきました。まあ僕はね、監督でもないし、その、お前何分かってないやっていうふうに思うかもしれないけど、でも見て、肌から見てて、相手のいいところというか、特に広島今出しましたけども、そういったところ、いいところっていうのは吸収していくべきだと思うし、じゃあ広島の選手ができて、じゃあジャイアンツの選手ができないのかって言ったらそういうわけでもないし、門脇選手にしても、まあ、他の、吉川選手にしても、最近、吉川選手だったらヒット出てるけど、やっぱ結構逆方向に打ってるからヒット出てると思うんです。だから無理にその全部が右右っていう風に、思わなくても、特に左バッターね。思わなくても僕はいいと思うので、そういった攻撃っていうのをちょっとこれから期待していきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。